中国経済28年ぶりの低成長に本日中国の2018年の国内総生産 GDP の伸び率が6.6%増となり28年ぶりの低水準となったことが明らかになりましたまた2018年の10月から12月期の GDP の成長率が 6.4%となっておりリーマンショック時代と同じレベルの低水準に落ち込んでおりますこの中国の GDP の成長率は改ざんされていると言われており実際は高くてもプラス1%程度マイナス成長の可能性もあると見られております今後中国政府は 国家情報法の問題で多くの中国製品が世界中の市場から排除されていくと思われますので中国経済は縮小を続けることになるでしょう現在中国と何らかの取引がある方はしっかりと対策を取っていただき損をしないように 準備をしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。